はいどうもー今日は2019年の3月の16日朝の8時29分ですよろしくでーすなんかごましおさんはどつるはいはどつ寝れなかったんで枠つけました なんか喋れなくなってるなぁ。つらったんだね。なんか会話振っていただけると嬉しいですね。会話を振っていただけると嬉しいです。寝てないんだ。にんにおはよう。にんにおはよう。にんに最近ふわっちゃやってるなんかおしゃべり得意なのにおしゃべり。 おしゃべりができなくなってるような下手になってるようなうん話題を振っていただけると嬉しいですなんかメンタル豆腐メンタルグラグラですよメンタルグラグラ喋り続け、二2時間ぐらい喋り続けられるようになりたいな 2時間ぐらいバーって喋り続けられるようになりたいななんかないかね喋り続けられる方法、うん、えっ、ー、昨日昼からやってたんだ いや、なんかね、喋り続けるつうか、喋りたいのに喋れないっていうね。なんか、あれですね。メンタルの問題ですね。メンタルの。メンタルが上がらないんだよね。コメント、100人見てて、100人見ててコメントゼロとか、やむよね。でもアンチコメントは嫌だし。 なんか普通に会話を振ってくれる人が欲しいかな、なんか。うん、ネタがね、今から寝ようかなと思ったんだけど、寝れなくてさ、でラジオ枠でもやるかって。なんかもう、メンタルグラグラ。どうやってやっていったらいいんだろうね。 かね面白い,ことない,かね面,白い面白く面白くしていく能力が欲しいね。 かあって今から東京行くから空港にいる。えーく、東京来んの何を仕事じゃないもんね。 マジだ東京のどの辺行くのリスナーさんから配信者も話題を振られてその話にもなるしうん。 党さんのアプリね ペニーさんのこと聞かれたけど枠なんて見に行ってないしどんな人こも知らないしある程度リスナーさんを聞いただけでリンニはわどかんとこえペニーさんのこと聞かれたあーあーほっといていいんじゃない、うん、ほっといていいんじゃないかな、うん、まあ全然自由に答えていいよリンニが思った感じで 別に、とやかく言わないよ、俺は。それについては。全然いいよ、好きなこと言って。<laughs> アイスアイス,イスある程度は和田監督ペニーさんがどんなどんな監督がどんペニーさんがどんな監督が分かったけどどんな監督が分かった配信でお金を見せ散らかしてた枠であれはないと思った うーんまあまああのまあことの発端はペニーさんが俺の枠にコメントで和骨って書いてで俺がペニーさんに「ペニーさん」ってあのお願いがあるんですけど嫌だったらいいんですけどえっ、ー、と面白かったらスポンサーになってくれませんかって言ったのよ俺が。 で、ペニーさんが即答で嫌だって答えたの。ここまでは別に普通のことじゃん。別に何でもない話じゃん。ペニーさんって。俺、ペニーさん金持ってるの知ってるし、ペニーさんから支援受けたこともあるし、で、ペニーさん鶴見あるから、ここまで OK。俺が枠やってた、ペニーさんがコメント書いたワード2って。で、あ、ペニーさん、スポンサーになってくださいよ。ここまで OK でしょ。 で、やだ。で、それはそれで良かったんだけど、俺が、ペニーさんのアカウントコメントがあるから、クリックしたのよ。そしたら、ペニーさんが放送中だったのね。その、リアルタイムで。で、えっ、ー、と、ペニーさんが自分のリスナーとそ、そのやりとりを放送に乗っけてて、みんなで爆笑してたの。リスナーさんと。 わどうまあみろとかで俺はすごく傷ついたのね、それを見て。えと思って。なんか、なんで勝手にミラーしてるのもそうだし、なんでその、バカにされないといけないんだろうと思って、ペニーさんに、それはなくないっすかってライ、あのー、ブロックして、黙って。で、ペニーさんからごめんって、ちょっと悪ふざけしたんだよって言ったけど、ひどいっすよっていう話をしたのが1回目なのね。 で、ブロック解除してよっつって、ブロック解除したの。で、俺は超へこんでたのよ、その日。それ、その件で。で、昼間に二度、二度目のことが、そのニンニが見た枠のこと。で、ないわ、と思って。っていう流れ。うん。っていう流れですね。OK、わかった。 なんでもうペニーさんとは絡みたくないっていうもう要は二度コケにされてるわけだうんうんうんな、うん何なの本当にうん全然意味わかんないんだけど、えー、もう意味がわかんない全然 名前がブロック解除しろっつったんだろう、うん、イライラするわ本当に。 としてはワドカンとかいろいろと過去もあるけど前向きに頑張ってるのを知ってるからいろいろ言ってくるリスナーさんもいるけど今のワドカンとか応援してるからなのにと思って泣けてくるうーんなんか過去がどうとかっていう問題あるけどそもそもなんだけど俺が誰か個人的に何かをしたのかっていうところが俺はあるかな例えばその確かにその前科はあるけど 個人的に誰かを貶めようとか誰かに嫌がらせし、嫌いな人は嫌いって言うけど、ムカついたらムカつくって言うけど、別に特定の誰かをなんか貶めようとかそういうことやったことないはずなんだけどね。そういうの全然興味ない他人に全く興味ないから。 傷つけてるのはだって別にあれじゃないのかなうんなんだろう傷つけようと思って傷つけてはいないんじゃない俺は正直に喋ってるだけだよ誰かを特定のことを傷つけようとは思ってないよまあでも傷つく何でかしんないけど傷つく人はいるとは思うけどね そのなんとかさん、てんてんさんの言う通り多々あるんじゃないって。でもさ、その、なんだろうな。そんなこと考えてたら何も喋れないよ。悪意があるとかないとかじゃなくてさ、だって、会ったことない人、例えばてんてんさん、俺会ったことないじゃん。で、俺、初コメだと思うのね、今回。で、何年見てるか分かんない。男なのか女なのか分かんない。 えー、働いてる人か働いてない人かわかんない。年上か年下かもわかんない。どんな生い立ちかもわかんない。で、天天さんのことを傷つけようっていう動機が起こらなくないその、そ、こ、こっち側の意見で申し訳ないんだけど、その、悪意はないっていうよりも、動、動機がないっていうか、で、その、見てる人が、 見てる人は全部知ってるわけじゃん。こういう性格で、こういう人間で、こういう趣味思考をしていて、こういう顔をしてって。だから、なんて言えばいいんだろうな。わかるかな伝わるかなだなんかその、見てくれてる人を、なんか恋に特定の一人を傷つけようと思ってもき、傷つける動機がないっていうかさ、だから知らない人じゃん。 分かるかるかなみんなは毎日見てるかもしんないけど俺からすると会ったことない人なんだって会ったことない人に特別な感情って起こらないよ かく関わったりしたコテハンさんとかいるの例えば誰例えば誰の話例えば深く関わったコテハンさんのりことか 誰の話ミュールは、ミュールの件じゃ、天天さん知ってるミュールの件。し、知ってて言ってる。何があったか。俺、具体的に説明できるよ。俺はぶり返すつもりないけど。 なんで何があってどうなったかっていうのを全部一から説明しようか。 経緯を知っててそれを書いてるのか逆恨みっぽい感じになったのだけ知ってるのね。うん。えっ、ー、と、まず、ミュールが応援してたことは事実。で、俺も感謝してるのは事実。オフ会で何度も顔を合わせてるのは事実。4回ぐらい会ってる。からの、ミュールが、ね、ミュールが、てるジャンピンのことを私囲いたいって言い始めたの。 で俺は囲えばっって言ったの、うん、自由じゃん。だってミュールが誰を好きになるのか、誰を囲いたいのか。で、別にいいよってって、うん。そしたら、なんでってなったの。<laughs> 意味がわかんないじゃん。いやいや、だから俺はいつも言ってるけど、好きな人見りゃいいじゃんって。そしたらなんでって。 え、じゃあ私ここでコメント書いちゃいけないのって。いや、書きたきゃ書けばっつってで。めんどくさいから申し訳ないけどそういうこと放送中だからやめてくんないって。自分が好きなものを応援すればいいじゃん。じゃあ私ここにいる。って言ったの。で、その数日後に、えっ、ー、と、なんだっけ。なんか私はコメント書いたらいけないのかなみたいなことずっと嫌よコメントでぐち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 書いたからブロックしたの。 俺がミュールのことを傷つけようとしてるようにこの話で見える俺が特定の誰かを貶めたり悪意があって攻撃しようというふうに見える客観的に見て。 あのね、それは昔から俺の性格。あの、あのね、要はね、愛情の深い人ほど俺からアンチ化すんの、俺に敵対すんの。っていうか今も嫌よでそれされたんだけど、嫌よで、なんか私はブロックされてここでマジでショックだった。だから少し生放送から距離を置こうと思うって、今書かれてるんだけど、まさにそれでブロックしたんだけど、あの、極端な話ね、あのね、愛情ってサイコパスなんだと思う。 あのね、要は、要は、俺に対して100の気持ちがある人からすると、すごい、あの、愛情がないように見えるの。でも、それは誤解なんだっていうことを言ってて、あの、はっきり言って、ここにいる全員が同じ愛情で100あるの。てん、てんてんさんにも、ごましよさんにもみ、みうるですら、のりこですらなの。全員に同じ愛情があるの。 で、一人だけを愛すっていう特別な愛し方は俺はしないのよ。わかるかなだから、俺にのめり込んで俺に愛情が深い人ほどずーっとアンチ化するね、うん。ドライっていうよりも、うん、なんだろうな。差別が嫌い。 平等主義者だと思うよ、俺。未熟さゆえっつうかね、歪んだ愛情みたいな。だから、意思決って他人をコントロールしようとしなさすぎるんだよ。だから、あのー、俺がリスナーに依存。だからね、花火もらって花火ありがとうすら言わない男なのよ。要は、コツで。 あのここにいる人でアイテム投げたことある人知ってるけどどんだけ花火100発あげようが200発あげようが個人的にありがとうって言わない男なのだからこんだけお金やってるのにありがとうも言わないのってなるんだと思うよ多分 <laughs> だから恨みが増してくんだと思うわかんないけどこれはあくまで自己分析だからそれが当てはまってるかどうかはわかんないんだけどうん うん。うん。なんだろう。だから、でも俺、特定の誰かを傷つけたいとか、攻撃したいとかないよ、別に。ていうかね、あのね、特定の誰かをって、リスナーの話だと思ってるじゃん。あのね、違うの。全人類に対して同じ気持ちなのよ。全人類に対して。うーん。ああ、だろうね。 ニンニにね、なんで支援するのって。あいつに支援して見返りないよって。いや、だから、それは俺も疑問だよ。あのー、ニンニはなぜ俺に支援するのかって、と俺も知らないからね。で、普通の人の感覚だと、ニンニなんで俺のこと支援してくれるのって感情湧くと思うんだけど、俺、興味ない。ふニンニがなぜアイテムをくれるのか、物を送ってくれるのか、考えないようにしてんの。 ていうか、興味がないっていうか、そこに。わかるかなこの感覚な。いや、だからね、サイコパスなんだよ、病気なんだよ、多分。なんか感情の人間として重要なパーツが足りないんだろうね、多分。でも、誰かを傷つけようとかないよ。本当に。得点の誰かを貶めようとか、得点誰かを傷つけようとかないよ。興味がない。 アスペルガーと ADHD はもう病名診断確実にされてるけど、自己愛性人格障害と多分サイコパスはあるだろうね。診断されてないだけであると思うよ。でもサイコパスは別に病気じゃないからな。病気ではないから。特質だからあれは。 それみんなファンだから花火を投げる支援もする。和田監督に振り向いてもらおうと思って支援する人も一人もいないと思うよ。ファンだね、本当の、うん。なんか、その、なんていうの、俺の感覚なのかもしんないけど、花火ありがとう、お前は特別だよって、俺が任に例えば言った瞬間に、俺は自分で嘘だって分かるから、それをしたくないんだよね。 うん、だからいつも言ってるんだけど俺が特別に扱うかどうかじゃなくてお前らにとって俺は特別なのかどうかを態度で示してほしいっていう感じなの。特別かどうかはお前らが決めるんだよみたいな。お前が決めるんだよみたいな。 で特別だと思ってない人と絡みたくないってことね病気だな <laughs> 自分で話してて病気だなって思うもんこれを面と向かって俺言われたら病気だこいつって思うもんでもプライベートでもそんな感じだよ 病気だねでもわからないのが誰かを特別の特定の誰かを傷つけてないのになぜ自分のが傷つけられたと思って俺にそういうことをするのかがわからない、うん。俺が嫌だと思うことをしてくるのかがは俺にはわからない。 なんだろうな不思議あー女性の方がンチ化するよねだって応援する気がないなら見る意味なくない と思うんだけどなだって足の引っ張り合いの関係ってすげえ意味ないと思うんだけどな。見ていてよくなる喋っていて関わって聞いてもらってよくなる関係が別荘だと思うけどな。 hm まあ、全員がそうってわけじゃないけど、お、お、多い。もちろん、あの、まあ、ボンも正論だし、俺はゴマシオも正論だと思うけど、だって、ゴマシオさんで全員がそうって言ってないから、ね、結構多い。だから、全員がそうとは限らないって含まれてるじゃん。ゴマシオさん最初から全員そうだって言ってないよ、ボン。ワード監督にブロックされたのは嫌だっていう人はいるとは思うけどね。 だったらもう少しアンチコメントを言わないようにすればいいのに。それは思うよ。うーん、なんだろうな。俺は、その、なんだろう。うーん、まあ、アンチコメント、っていうか、うざい絡み方をしたら、会いたくないっていうのって普通なことなんで、俺極力、そうそう、多い、多いって書いてるから。そうそう。で、あの、なんだろう。まあ、それはいいんだけど、会いてもありがとう。えっ、ー、と、 なんていうのかなうーんああキャスティンありがとうキャスティンありがとうなんて嫌いんだろうななんて嫌いんだろううーん難しいなうーんありがとうンナラッキーなんだろうなう 何だろう言語かも。おい、ニンニキャスティンありがとう書いとこうね。監督アイテムくれって書いとこんね。監督アイテムくれよ。くれよ。<laughs> えー、何だろうね。ん だからさ、ドットドットさんみたいなさ、普通の質問をしてくれたら俺答えるじゃん。わかるなんか。普通に、なんかそういう人多いんじゃないとかさ、なんて言うんだろう。普通に聞いてくれたら普通に答えるじゃん。いや、ミュールとかそうじゃないのとか、悪意ないんじゃないのとかさ、俺これが普通の人間としてのやりとりだと思ってて、それをさ、なんか、決めつけ口調で言ってくる人とかもいるじゃん。 なんか「お前はよ」みたいなそれでもそう態度はなくねえかみたいないや俺からすると初めましての人に会ったことも酒も組み交わしたことも何の関わりもない人にそんな言われ方いきなりされたら腹立つじゃんうんどううんどうどう 普通に頭にくるやつはブロックするけどないつも言ってるけどその閲覧を増やしたいわけじゃないから普通に関わって気持ちよく喋れたり情報を交流できる人とやりとりできればいいと思っていて。 だから特定のリスナーに愛情を持つっていうことがいかに不自然なことかだよね。でもし俺が特定の誰かに例えば例えばだけどボンお前いつもコメントありがとな俺お前のことが昔から気になってたんだよ今度デートでもしないとかさ嘘じゃん <laughs> 嘘じゃんニンニンいつもありがとなお前のコメントで勇気づけられてるよ 大嘘つきじゃん。矢野ラッキー、矢野ラッキーがおはようって書いてくれると、俺、すげえ嬉しい気分になるなって LINE 来たら、嘘だって思うでしょ嘘だって思ったでしょ今。嘘、嘘つきって思ったでしょごま塩おさん、同性だけど、俺、ごま塩おさんのコメントすげえあったかくて、とか嘘じゃんそんなコツ LINE 来たら。で、俺、嘘つきの方が、そいつらの方が罪があると思ってて、 俺そんんんなないよって言ってて言るもん、うん、俺はだからいつも言ってるけどアイテム投げてもらったら当たり前だと思ってるから、うん、<laughs> うん。話聞きたきゃ金払えって思ってるからでもそれは特定の誰かに言ってるわけじゃなくてみんなにお願いしてるわけじゃん。いやアイテムくれよって。だから142人に向かって監督アイテムくれよって。でくれねえんだったら他行ってくんねえ 言ってるわけじゃん俺堂々と言えるの。いや面白いやつ他にもいるだろうって。ありがとうキャスティングありがとう。いや俺本当に平気で言えるもん。いや投げないんだったら他見ろよって。うん、でそれは攻撃してるわけじゃなくて時間お互いの時間の無駄だから応援する気がないんなら去った方がいいよっていうことだからわかるかな 何なんだろうね。だって、ただで見てるやつに感謝なんかないもん。<laughs> あるただで見てて応援してますと逆に、こいつバカにしてんだろうって思うの。ステゴロ頑張ってくださいって。って言われて、ポチってワンクリックしたらフォローしてないの。推しは、推しの、 配信者はセブンさんですとか書いてあるの、プロフィール欄に。バカにしてんじゃないの、こいつって。思うでしょえ、なんでフォローしてないのにこいつは俺に頑張れって言ってんだって。だって、俺に関心がないし、俺のこと見てないし、そもそもコメント欄でこいつのコメント見るの初めてだし、なんで俺こいつに頑張れって言われないといけないんだろうって。お前に何の関係もないじゃんって。俺は便所太郎さんが好きで捨て頃っていうのが好きで、ね。 自分で決めて、自分でやりたいと思って、自分のために頑張ってるの。もしくは応援してくれてる人に対して、俺は勝つところを見せたいと思ってんの。何の関係もないさ、ちょっと通りすがりのやつに頑張ってください。ふざけんじゃねえよ、バカ野郎。いや、だから、あり、俺はありがとうっていうときは、ありがたいと思ったときに使うから。だから、その、惰性で使ってないから、うん、ありがたいと思わなかったとき以外使わないもん、俺。 うん、だからコンビニエンスストアのありがとうございますって本気で言ってないから嫌いだっていう話とかもよくしてるのよ。そう、やっつけーるいいねいいねやっつけーるって言葉作ったか。はぁははやっつけるいいねわワホミさん。ブロックです。さよなら、うん。うち、あの、フォロワー限定だから。うん、コメント書かないで。ワドンにとっては気軽に使わない。俺だから使わないよ。うん それって嫌がらせされて気分。俺は嫌がらせをされてると思うの。いやだから今のやっつけエールがいかにいいと思ってても、これだよまさに。やっつけエールって書いた本人が、ね、フォローしてないんだから。こんなもんだよ。フォローしてなきゃブロックするよって言ってるやつが、いいコメント書いてもそんなもんなんだって。か分かったでしょドットドットさん。繋がったでしょだから俺、俺からするともう散々フォローしてねって。応援してねって。 最低でもフォローはしてねって言ってんのよ。フォローすらしないんだから。そんなやついらないよ。ブロックだよ。なんで見に来るんだろう。う他行けばいいのにな。 もう半年以上ずーっと言ってもまだフォローしないっていうことは、もうブロックされたいと思ってるわけだから。うん。うん。初見さんの場合はどうなの知らないよ。初見かどうかだって俺の都合じゃないじゃん。え、なに初見初見って初見が来るたびに俺、なんで初見に対して、うん。 面白いと思ったらフォローするんではダメなんですかダメなんですよ、モンタンさん。さようなら。ごめんね。あ、フォローしてるからセーフだわ。うん。ダメですね。フォローしてたからオッケーだわ。うん。なんでかって言ったら、俺初見に来てくださいって言ったモンタンさんさ、俺がさ、頭下げてさ、モンタンさん、はじめまして。配信歴6年半のワドです。突然の DM すいません。 僕は大手配信者を目指して、ふわっちというサイトで頑張っています。ちなみに URL はこれ。http: ふわっち w a r d 実はお願いがあって DM しました。モンタンさん、ぜひ一度僕の枠でコメントを書いてくれませんか見に来ていただきたいんです。初見って書いてくれたら嬉しいなって。俺、送ってないでしょ、モンタンさんに。 勝手に来て、俺は、この枠で、別に閲覧なんか30人でいい、楽しくやりたい、フォローしてくれる人とだけしか関わらないってずっと言ってるんだから。別に、俺悪いか。おはよう。ここはそういうところっつうか、求めてもない、要はね、なんつうんだろう。やっつけ得るっていい言葉だったんだけどな、あのね。えっ、ー、とね、ありがた迷惑とか、なんだろう、この言葉。 何に該当するんだろうな。ありがとう、キャスティングありがとう、みーすけ。あのね、なんだろうな、なんだろう、これ。えっ、ー、と、俺ね、ネット文化の、あの、ニコ生特有のなんとかさんいらっしゃい、楽しんでってな。<laughs> 初見さんいらっしゃい、楽しんでってな。あれ、大嫌いだったのわ <laughs> かる 何それって思ってたからな,なんか俺別に初見とか知らないしあの何だろう楽しくやりてえだけだからっていう、うん、で少なくともここは俺が金を払ってもしくは俺に金を投げてくれてアイテムを投げてくれてる人たちが公開してる場所であって初見なんてあの金も払ってねえし なんだろう通りすがりの客なわけじゃん。で、うちになりたってるから邪魔しないでくれるっていう。で、初見ですって、フォローもさせてもらいました。一発目花火とか超かっこいいじゃん。そういうやつしかいらねえよっていう感じなんだよな。わ <laughs> かるかなうん。だから、初見がさ、欲しい人はいっぱいいるわけだから、そこ行けよっていう感覚があるんだよね。 別に初見が欲しいところ、初見って書いたら喜んでくれるところ行けばいいんじゃないのっていう。もう別に初見なんかいらないもん。 だから、本当はかそりたいのにかそらないっていうのが不思議なんだよな。うん。いや、それは多分、運が良かったんじゃないの離れたらどうする極論だから。離れないから困ってんだよ <laughs>。離れないから困ってんだよ <laughs>。こんだけ言っても離れねえんだよ。もう、歪んだ愛情だよね、もはや。<laughs> お前が大嫌いだ。でもブロックはされたくない。絶対にフォローはしない。ロムってやる。<laughs> もはや愛情でしょ <laughs> 囲いのふりしてコメント書いてやる <laughs>。歪んでるよね <laughs>。絶対に見てやる <laughs>。なんだろ、う呪怨とかそういう世界だよね。 リング、螺旋、呪音とかの世界だよ <laughs>。普通に絡んでくれたら普通に対応するよ。まあ、ストーカーじゃないの。うん。だからストーキングされてる感覚だよ。集団ストーキングされてる感じ。私に至ってはコメントすらいりません。はどういうことああ、おはよう。いつもありがとう。 <laughs> あすごい尊敬してます <laughs>。私、だってあれ病気だからね <laughs>。えっと、のんちゃんも絶対感心してると思うわ。いや、のりこは普通にあの別アカウントで私のりこだよって言ってるよ。監視どころじゃなくて、普通に堂々とコメント書いてるよ、のりこは。うん むしろ、なんか初見さん、ああ、初見さんなんだ、みたいな。なんかでも、なんか、やりとりが成立してるから、なんか変だなと思って、こいつなんか、すげースムーズだなと思ったら、なんじゃんだってコメント書いて、あのりこかっつって。ホープの射程はどう何ホープの射程って。何の話うん。でも、あ、あ、だからね、昔から、あのね、俺ね、友達になれるやつ、法則がある。 要は友達になれるやつっていうか、すげえ、俺が100人に1人ぐらいなの、大体。あのね、どんなにクズでもいいの。嘘つかないやつ。要は、石野とか考えて。石野ってさ、友達になれないじゃん。俺でも石野大好きじゃん。なんでかっていうと、あいつ本当にクズなの。本当にカスなの。本当にゴミみたいなやつなの。でも、あいつ俺に嘘つかねえの。 どういう嘘、嘘をつかない、どういうことかっていうと、俺がうざからにするんじゃん。ワードうぜっすわ。そうからみなんなんすか。やめろっつってんじゃないですか。気分悪いんすよ。って平気で言うの。わ <laughs> かるでも俺はそれが本音なんだよ。要はね、アスペルガー症候群って、相手が何を考えてるのか、文脈の裏がわからないの。わかる だから言葉で言われたら言葉の通り受け取るしか俺はできないのよ。だから、怒ってくれてありがとうなのよ、一種。ああ、なるほどね、って。一種のうざからましてくれんだよ。いや、だからワードさん、それうざいって言ってるじゃないですか。って言ってくれて、ああ、うざいんだって把握できるの。だから、なんか、なんつうんだろう。うーんーと、なんていうの、言葉の裏みたいなのがわかんないんだよね。コメントの裏とか。で、考えるのめんどくさいし、考えてもわかんないし。 他人は他人だから。そう。だから嘘つかないっていうか、まっすぐなやつが好きだね。だからペニーさんみたいな、そういう裏で、あれって、いや、嫌なら嫌でいいのよ。支援するっつって嫌だん嫌だっていいんだけど、裏で笑ってたりするとめっちゃ凹むのよ。えってなんでこんなことされんだろうみたいな。それわかるすっげえ傷つくのうん。だから裏表のある人は絶対付き合わない。うん。要は、 俺に言うことと、世間で言うことにズレがある人はダメ、俺。要は言葉の発言変える人ダメ。全部本音じゃないと付き合えない。うん。だから別に本音で語ってくれる分には、別に意見の違いだなとか、あ、そういう考え方もあるんだねとか、普通だよ、俺。大体俺が怒るのは、周りくどい時と決めつけ。 俺、俺はそんなこと言ってないのに、そうじゃないことを言われたりとか。で、まあさっきの話に戻るか。全員いなくなったとしたらどうするか。あのね、ドットドットさん、これがね、すごい究極の答えなんだけど、本音で話すよ。ドットドット、ドットドットさんっていうか、テンテンさんでいいか。テンテンさんね。俺ね、人を引きつける何かを持ってるんだよね。だからね、 あの、人がいなくなることはありえないと思う。これ、昔からなの。あのね、人が寄ってくる魅力的な男なの。だからね、人がゼロになるっていうことはありえない。要はね、これはもう特性なんだよ、俺の。無理だと思うよ。普通にしてるだけで常に誰かしらの心をつかむことができちゃうから、 それはもう特性なの、自分の中で。で、それはなんでなのか自己分析はできないけれども、そういうふうに生きてきたから、想像がつかない。だから、かそりたいもん、俺。うん。ん、でかはわかんない。なんでかはかんないけど、子供の時からの能力だから、多分、 ね、いやだからアスペだから変人だから面白がってくれてんだよ。なんかこいつ変だなっていう、うん。ただそれだけなんだよ。ただ嫌なやつの。 要は、身も蓋もない話をしてるからダメなのかななんか、身も蓋もない話をずっとしてるよね。まあ、もう配信始めたからずっとなんだけど <laughs>。誰が寄り目だよ、お前 <laughs>。吸い込まねえわ。 だって500、だってさ、ドットドットさんさ、だから減らしたいっていう本音で思ってるわけじゃん。で、0になったらどうするじゃなくて、この2日間で500人ブロックしたのに閲覧が増えてるんだよ。これ、ドットドットさんさ、不思議だねって俺言ってるけど、本音で言ったらさ、簡単な話でさ、ブロックされた500人がサブアカを使ってでも見てるっていうことなんだよ。でしょブロックされたらアカウント作ったり、 とか、あの、ログアウトしてでも見るからねっていうことじゃん。数字が増えてるってことだから結局、俺の望みは叶わないんだよ。30人、40人とかで、いちゃいちゃ楽しい人たちと作り合う放送なんか俺にはできない。もう無理なんだよ。過疎になることが許されない悲しいよね。 前より増えてるんだよね厄介だよねまあ、どんな気持ちで見に来るのかわかんないけどさリスナー込めしてくれる人あーあーなるほどね なるほど米ゼロ小100みたいな気持ち悪い状態それはまあ、だって毎日なってるじゃん今日もあったよ今日も2時間ぐらい黙ってたよていうか1日4時間ぐらいそんな感じだよ小100から150であの全然減らないよだからどんな気持ちで見てるんだろうっていうの気になるけどねまあ雑談たぬきとかに書いてるんじゃないの雑談たぬきでアンチで 聞いてる聞いてるとか書いてるのかなど、どういう感覚で100人見てるんだろうね。100人が100人全員そういう気持ちではないもんね。どういう感覚なんだろうな。だから俺がほら、リスナーをやらないじゃん。俺、本当に今日、アイラ見て、アイテム投げて5、コメント書いて5秒拾われなかっただけでブラウザバックすんのよ。 あ、時間の無駄だわ、つって YouTube のラジオとか聞くの。で、今日、町山智弘の、と、何かの映画塾かなんか見たりとか、あと何見たっけな。本当に、要は、時間の無駄だっていう判断をしちゃうのよ。その喋ってないやつの放送を見るのが。100人バカなんじゃないかなと思うんだよね。だって、俺みたいな、何の才能もない人間に、 俺が黙ってるのに、100人見続けてんだよ。2時間も3時間も。バカでしょ。だから、お金よりも、財産よりも、何よりも大事な、時間、要は生命そのものだよね。命を削って、俺に、俺が黙ってるのを見てるんだよ。バカでしょ、そいつ。だから、バカなんだなと思うよ。 おはよう。だ聞きたいもんね。インタビューしたいもん。キャスティングありがとう。サンキュー。金魚姫いつもありがとう。どんな顔して見てるのか、逆にガチャって入りたいもんね、そいつの部屋ね。おい、俺、俺、つって。うん。ふ <laughs> 作業しながら野田の寝配信見るんだ。無駄じゃない <laughs> 俺、写真とか現像したりとか動画編集やってる、必ずラジオつけてるね、YouTube で。放送室とか。あ、まあだから、俺がリスナーの気持ちがわかんないんだろうな。それがわかんないんだよ。その、寝配信をつけてて、っていうニーズがわかんない。だから、多分そういう人が100人いるんだろうけど。うーん。まあでも、胸キュン可愛いからな。 無駄じゃん。だったら有益に時間使った方が良くない最近落合陽一見てるけど。落合陽一最近聞いてるかな。なんでその無駄な作業が苦痛じゃないんだろう。もったいなくないあ、うち、あれだからフォローしてない人ブロックだから。 行ってごめんねはおはよう。 でもなんかな、30人ぐらいでわちゃわちゃ楽しそうにしてる放送とか、ああ、スーパークリックさんおはよう。羨ましいなって思うよな、なんか。すっげえくだらなくてさ、ご飯何食べたーとかさ、えー、ラーメンとか言って、キャッキャキャッキャしてる30人ぐらいの放送を見てると、微笑ましいんだよね。あ、だからいつもピリピリしてるよね。あ、<laughs> うん、張り詰めてるね。 うんそれはもうずっとかな肩、肩に、ずっと力入って、肩、も首がピキピキして痛くてうん。だから温泉、だからね、休みもしっかり休みたいの。<laughs> 俺、俺と多分温泉行ったらびっくりすると思うよ。本当にね、仏みたいな顔してるから。 要は、もう休むって決めないと休めないの、俺。この日は旅行。この日は休むって。で、まず携帯を電源、オフるの、完全に。ネットも触らないの。持ってかないの。で、もう、休むって決めて、びっくりするよ。温泉1日4回とか入るの。<laughs> 病気でしょで、本当に脳の思考すら言葉す つらもなくて、ボケーって入ってで、扇風機バーって浴びて、海バーって見て、で、テレビボケーっと見て、もう完全に、もうオフにする儀式なの。ニルバーナだよ、ニルバーナ。だからね、あのね、あの、美術館とかすげえ好きなの。 美術館と水族館がすごい好きなの。あの、みんなさ、静かじゃん。美術館。で、足音がすごい好きなの。あの、絵,絵が好きとかじゃないの。美術館が持ってる空気感みたいなのがすごい好きなの。こ、こ、こっていう足音とか聞こえたり。うん。あの世界観すげえ癒されるんだよな。 美術には全く興味ないんだけど、あの、あの空気が好きなんだよね。水族館とかの。美術館いい。図書館は嫌だ。あのね、気がこもってるっていうかね、ものを調べてるときとか、知識 を取ろうとする殺気みたいなのがあるのが図書館の人間はあのね何だろう美術館とか水族館の人間はウケなの要は見る側のだから気が気が入ってないっていうのかな気が飛んでないのむしろ魚の気を受け取るとかは絵からの絵を受け取るから気が張ってないのねその空,空間にだけど図書館は意外とピリピリしてる 図書館は、結構し、あの目を見るとわかるけど、結構尖ってるから。うん、美術館いいね。そう。だから、ね、敏感なんだと思う。要はね、霊能力はないけど、その、ああ、道と受動か、日の丸さん。あ、そういう大道と受動か、すごいね。賢いね。ブロックでーす。さよなら。はい。いい言葉だけど、ブロックでーす。ごめんね。うん 何回言ってもわかんねえんだよ。うん。フォローしてないやつはブロックだっつってんのに。うん感受性が強いって子供の頃から言われてたね。あのー、意外とその、なんつうの、表に表現し、できないんだけど、子供の頃はね、泣いたり、笑ったり激しいじゃん。なんか感受性が強すぎるってよく言われてた。母親とか学校の先生とかによく言われた。 この子、感受性おかしいって。<laughs> 感受性が強すぎるってもう、もう本当によく言われたもん。大人になっていくと鈍感になっていくけどねん。なんだろうなぁ。なん,なんなんだろう。なんで俺が何かを喋ると傷つく人がいるっていう事実に傷つくよね。 <laughs> ご飯を食べるように自分が思ったことを当たり前に普通に話したら誰かが傷つくんだよ。何それしかもその傷ついたって訴える人間は自分から見に来てるんだよ。もう何、な、なんなんだよそれ。責任取ってよ。謝ってよ。謝らねえわ。<laughs> どうして、そんななのよ。お前が見に来たんだろうって、も、元からそうだわ、俺。<laughs> 34年間これだわって。いちご狩り行ったことない。<laughs> イチゴいちご狩りに人生で行ったことない。うん。あなの考えが問題なのか。もっと単純に言い方だけなのかも、もよだから、嘘つきになりたくないんだって。嘘つきになりたくないの。 言い方ってなんだよなんでケチつけられるんだって、俺が。なんで俺が言い方を変えないといけないのなんでだからそれがおかしいだろうって。だって、今、天天さんがやってるのって、ピンポーン。はい。どうたですかあ、僕、 和道さんのリスナーです。あ、はい。あ、お邪魔しまーすって。え、あ、あ、お、ま、前、あ、上がるんすかあ、いいですけどって。和道さん、部屋片した方がいいっすよ。えぇーーーーでしょ <laughs> えぇーって、俺の部屋なのにって。<laughs> 俺の部屋だよ、ここって。いや、和道さんのためを思って言ってるんすよって。 僕、和ドさんの家来るの初めてですよって。部屋片した方が良くないですかって。うるせえバカ野郎だろ。うん。いそれでしょうまさに。俺行こうか、天てん,てんさんの家行って。右の隅に、あの、観葉植物置いた方がいいね、とか、用か家に上がって。あ、パソコンのディスプレイも、もうちょっとでかいのに変えようよ、とか。 変わる、変えるとすごい作業しやすくなるよとか、やろうか、俺。嫌でしょ。<laughs> うるせえよって感じでしょ。うん。アイテムありがとう。ブロックでーす。さよなら。初見さんさよなら。アイテムありがとね。 人間関係なんか作ろうと思ってないもん人間嫌いだもん <laughs> コーヒー買ってくるねコーヒー買ってきます でもよくよく考えると親父もアスペだっていう話を。<laughs> <laughs> よく考えると思うんだけど、親父はドアスペで、親父は自分がアスペっていう認識ないんだけど、あの、3年か4年ぐらい前に、しっぽり喫茶店かなんかで親父と二人で話してた時に、親父が俺に言い出したのがお前の母ちゃんダメだなってぼやいたの。<laughs> <laughs> で、その時の、まあ、ジャンカイに買,買ってきた 理解ながら思い出したんだけど俺もそうだよね、あいつほんとダメだよねっていう話をしたんだけど、普通だったら傷つくよね。だって、お前が選んだ嫁で、お前が勝手に愛して勝手に産んで勝手に不倫して勝手に離婚したのに、その息子に対してお前の母ちゃんダメだよねって平気で言えるんだもんね。元嫁だけど。 あの人はダメだなって言ってたからね。で、それで俺普通に受け入れてたもんね。あ、ダメだよね、つって、うん。そういうところだよね。だから遺伝なんだなって。あと、子供の頃、親父と電車に乗ってて、通勤ラッシュだったの。で、周りの大人が暗く見えたの。要は、なんかぎゅ,うぎゅう詰めになってて、みんなうつむいてて。 みんな行きたくないみたいな学校なんか会社なのか。で、俺子供で、親父に聞いたの。お父さんって、なんでこの人たち暗い顔してるのっつったら。そしたら親父が即答でなんて言ったかっつうと、あ、奴隷だからだよって言ったら、周りの人が、ええみたいな顔して親父のこと全員見て、二人で爆笑したの。奴隷なんだっつって。 納得したの、子供心にすごく。そうだよって、この人たちやりたくないことを今からするからみんな暗いんだよって、普通に電車の中で、そう。でもお父さんも奴隷なんだけどねって。そう。だから、よくよく考えると親父アスペなんだよね。うん。そう。で、その親父が大好きだったから、やっぱり。俺に嘘ついたことやっぱ親父もないもんね。うん 多分ルーツなんだろうね。多分ね、俺の母親がね、配信者やったら、男の遺伝だね、発達障害はね。あの、母親が多分配信者やったら多分ぶっ飛んで大手になると思うよ。愛子ちゃんどころじゃないから、うちの母親の気違い具合。で、母親の血なのよ。目立ち下がり屋なのは。女芸人やってたし。 だからね親父の悪いところと母親の目立ちたがりの悪いところの父親と母親のすごい悪いところのサラブレッドなんだよね俺。<laughs> ダメなパーツ全部吸い取っちゃったんだよねだから弟と妹とか普通に肩着だもんな超まともだもんね で、ばあちゃんが、弟がね、小学何年生か、俺が、えっと、中学生になるぐらいな時に、ばあちゃんが住み始めるの。ばあちゃんが。で、ばあちゃんが、なんで、しばらく経ってから、もう今でも住んでるんだけど、ばあちゃんに聞いたんだよ俺、俺。ばあちゃん、なんで俺の家に住んでんのみたいな。その、そしたら、 ばあちゃんがすげえ納得する一言を言ったんだよね。わかんないのって言ったから、わかんない。なんでばあちゃん自分の家、家近くにあんのに帰らないのって。あんたみたいに弟がな,ならないためだよって言ったの。納得だよね。うん。なるほどねって思ったの。要は、お前の母ちゃんが育てる

いや、ばあちゃんすごいよ。本当に。あの、ばあちゃんも気違いだかんね。ばあちゃんもう80とかになるわけでしょ。多分なんだけど。沖縄の戦争経験してるから。中学生の時に。ばあちゃん、ん、離婚歴だけで4回とか5回なんだよ。だから、俺がおじいちゃんだと思ってたの。おじいちゃんじゃなかったの。中学生ぐらいで気づいたの。なんか、母ちゃんがなんか、 お父さんお父さんみたいなことで、なんかばあちゃんと喧嘩するとパパとかいうパパの話をし始めるんだけど、パパって誰だとか思って、よくよく聞いたら、え、俺がじいちゃんだと思ってたのじいちゃん3人いるんだよ、俺。え、俺がじいちゃんだと思ってたのじいちゃんじゃないのみたいな。違うよみたいな。母親が。いや、でも俺、えみたいな。じゃあ俺のじいちゃん誰なのみたいな。<laughs> だからね、家庭がぐちゃぐちゃなんだよ。だから、一般的な普通の家庭の普通の価値観っていうものがそもそもないの。<laughs> 我が家には。面白いでしょ。ばあちゃん、6回ぐらい離婚したり結婚したりしてんだよね。で、ばあちゃんも、なんか、 ええとね、母ちゃんには姉ちゃんがいるんだけど、子供の頃、もう一人、年が超離れた姉ちゃんがいたの。だけど、ばあちゃんと喧嘩して、要は、いとこがいたんだけど、いとこいなくなっちゃってんだよ。だから、もう、お、なんつうんだろ、もう、もう、それで大体お察しでしょなんかね、もう、家庭が崩壊するのに慣れてるの。もう、ばあちゃんの代から。<laughs> めちゃくちゃなんだよ、そもそもが。 らね、普通の家族形態とかなんか理解しがたいもんねなんかだからお父一回だけ同級生で引っ越した時小4の時にお父さんと釣り行くんだけど釣り行かない島津くんって誘ってくれた友達がいてで行ったんだけどあいいなーって思うよねなんかお父さんと釣り行くんだみたいなのとか あと <coughs>、なんだろう。なん、なんて言うのかな。お父さんがミニオン、なんかプラも作ってくれて、みたいなのに慣れてなくて。えお父さんってプラも作ってくれるんだ、みたいな。<laughs> 家庭崩壊慣れてるんだよ。我が家。そう。あれ母ちゃん、姉ちゃんいなかったみたいな。たまに会ってる。とか。え、いとこの、何々 じゃん、そういえばどうしたのつったら、なんか、この前5年ぶりに会った。大人になってたとか、そういう感じなの。で、俺が、いとこのお兄ちゃんだと思ってたのは、実は血が繋がってたり、血が繋がってないの。<laughs> で、どういうことって聞いたの俺、ずっといとこだとか、母ちゃんは弟だって言ってたの。ね。で、なんでって聞いたら、 えっと、そもそもなんだけど、ばあちゃんが戦争をして、家族が崩壊つうかお、もう親父が前進だときに、その戦争の真っただ中で、えっ、ー、と、孤児になって、妹としてばあちゃんが、兄弟のちぎりを交わし、逆付きを交わしたみたいな。 みたいな。要は、家族として迎え入れて兄弟になったからみたいな人だったりとか、もう、もうね、なんかね、ワンピースの世界なんだよ、ばあちゃんの人生観が。<laughs> ただのワンピースで。そう。だから、妹、俺の母ちゃん、もう何言ってるかわかんないでしょ俺の母ちゃんは、えー、っと、みたいな。で、で、そこの兄弟、俺が兄ちゃん、いとこの兄ちゃんだと思ってた人、 にも、いとこの姉ちゃん、妹がいるんだけども、それも血が繋がってなかったりすんの。だからもう、もう全然家系図がわけわかんなくなってんだよね、ばあちゃんの代から。複雑すぎるだろう、みたいな。<laughs> だ家族だと思ってたり、いとこだと思ってる人が全然血が繋がってないのよ。で、血が繋がってたりする人と会ったことがなかったりするのよ。 <laughs> なんでみたいな。そう。だから、その、家族っていうのは育てた人だって俺よく言うじゃん。血がつながってるのなんか家族じゃなくて、育てたり関わってる人が家族なんだっていうことをよく放送で言うのは、それが当たり前に育ってるからな。子供の頃から。 だから納得するでしょ。ルーツをちゃんと聞いたら、あ、なるほどねってなるじゃん。俺にとっての当たり前なんだよ、それが。でも不思議なんだけど、ばあちゃんは年に一回、ばあちゃんのとこに20、30人集まるの。だから我が家はいつも親戚だらけになるの。血がつながってんだかつながってねえんだかわかんないけど、親戚だらけになって、ばあちゃんの料理食べに来るの。 面白いでしょだからそのばあちゃんがだから逮捕されてホームレスやって生活保護になって荷物そり行こうと思って一回だけひっそり帰ったらごそごそ棚とかやったりとかごそごそ自分の部屋から。 パソコン持ってきたりして、もう帰らないって、腹はくくってたの。もうこの家には来ないだろうなって。で絶対いない時間分かってるから、妹と弟と母親が。で、ばあちゃんもいない隙見てきたんだけど、なんか察してきたんだろうね。その時にね、玄関出ようとしたらね、ガラガラって開いて、高光って言って。あの人生いろいろあるから、体だけは大事に。もうそんなこと言うばあちゃんじゃないのよ。 お体だけはどうぞ大事に。要はね、すごいよね、ばあちゃん。要は、一瞬で分かったんだよ。もう、こいつは、生きてる間に合わないって分かったんだろうね。ちょロックだなと思ったもん、あの瞬間に。だから、ああ、ばあちゃんも長生きしてね、っつって。今までありがとね、つって。トラさんでしょ、世界観が。<laughs> 風天の虎の世界観だから。 でもあれはね、さすが長く生きてて修羅場くぐっただけあるなと思ったよ。わかるんだと思った、うん。だからね、人に対してドライなのは、さっきドライだねって言われたのは、要はね、あの、人間関係なんて、 簡単に崩壊するし、人間なんてそんなに適当なんだっていうのがもう幼少の頃から組み込まれてる。要は親父も、あの、若いお姉ちゃん作って勝手に家庭を作ったりとか、あの、母親も勝手に再婚してたりとか、もう全員身勝手なのよか。家庭の中。ばあちゃんは、なんかお前みたいにならないために弟を救いに来たってって勝手に家に乗り込んで、 ちゃんとと毎日喧嘩してるとか <laughs> なんかね、もうめちゃくちゃなのね。だから、その、人間っていうのは簡単に自己都合で勝手に動くもんだっていうのが子供の頃から無意識にすり込まれてるのよ。そう、言葉では何とでも言えんのよ。私たち仲間だよね、家族だよね、友達だよね。違うの。どんなに嫌いでも一緒にいるし、家族って呼ばれるものは自然と。 で、どんなに好きでも、言葉だけで作ろうと思っても、勝手に裏切るのよ。だから人のことなんか信用してたらね、ダメなんだよ。自分がどうするかな。自分がこの人と付き合いたいかどうか。う他人をコントロールする癖がないんだよね。どうでもいいっていう。だからいつも言うじゃん。お前がどうするかだよっていう。 いやあ、ばあちゃん強いよ。ばあちゃんそれ、太もものはずは何つったらなんか、機銃で撃たれた、つったら飛行機の機銃で、撃たれた、つってて。マジでって。でも、銃弾じゃないよ、ばあちゃん、つったら。あ、ごめん。正確に言うと、機銃で、ダダ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 って、っていうところを、すごい、なんか直線で、ばーダダ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 って、こう来たんだって、飛行機から。それを避けたときに、 木が刺さったかななんかなんだよね。<laughs> そんな経験ないじゃん。<laughs> で、飛行機で、だ、なんだっけ、B29 だかなんだか忘れちゃったんだけど、なんとかっていう期待名を言いながら、追っかけてきて、怖いぞっていうの。高光怖いぞって。<laughs> 機銃で撃たれたことないだろうって。うん そりゃ怖えだろつって。いや、だからばあちゃんと唯一仲良く話せるのが、ばあちゃんが梅酒飲んで、ばあちゃん戦争の話聞かせてって言うと、2、3時間喋るんだけど、俺黙って聞くから、リアルな話聞くの面白いじゃん。映画みたいなんだよ、本当に。あの、例えばさ、あの、ばあちゃん戦争の話してって言うと、ずーっと梅酒飲みながら語り始めるのよ。 昔話だよね。リアル昔話始めてくれて。その時だけは喧嘩しないんだよ、ばあちゃんと。そう。あんたは、なんか、戦争の話聞く時だけはいい子になるな、っつって。<laughs> いや、面白いんだよっ、つって。取材なんだよね、だから、俺の中では。だからそ、その普天間とかあるだろうって。あ,あそこは誰も住んでないから、もともと米軍作ったんだよって。で、普天間反対とか言ってんのは、ね、嘘だよって。あそこには何もなかったから立てたんだって。 で、仕事がないから、米軍に、仕事、要は基地の仕事をもらいに行って住み始めた奴らが、ね、権利、金を欲しくて国に言ってるだけなんだとか、全部教えてくれんの。リアルを知ってるから。山とんちゅうが来て,って、山とんトゅうの左翼が来て、そそのかしああなっちゃったんだって。 沖縄の人はね、あの沖縄の人じゃない人のこと、ヤマトンチュっていうかね、ヤマトの民っていうかね、ヤマトの民だよ。ヤマトの民とかいて、ヤマトンチュだよ<笑><笑>ん。ん何が A なのいや、すごかったらしいよ。もう同級生もほとんど死んだし。 最初は悲しいんだって。最初はもう、同級生が死んでいって、もう泣き崩れるんだって。もう悔しくて悲しくて。でも、慣れてくるんだって、生き残るために。人が人じゃなくなるっつってだよ。うん、死体見ても何にも思わなくなるって。妹とか、その、近所の人とか、同級生とかが死んでも涙出ないって言ってた。うん 分かりやすいっつうか、リアルだよね。嘘じゃないかんね。だから、なんとか大佐だか、なんとかさんとか、なんとか中、大佐じゃねえな。中尉だか大尉だか、なんとかなんとかってずっと言ってたよ、ばあちゃん。なんか、その、死んじゃったけど、最後まで戦ってくれたって。だから、あの、それ忘れちゃいかんっつって。あの、 沖縄でで最後まで守ろうとしててくれてたって現場の人はってだから言ったのばあちゃんにあの中学校とかあの東京の人たち知らないからばあちゃんそれ講演会じゃないけど小学校とかで語れっつったの学校の先生に言ってやるからってばあちゃん戦争詳しいからってリアルの体験いあるじゃん小学校とかでなんか戦争のリアルな話します みたいなのそれもうあの忘れ去られ,られるよってばあちゃん今語んないとってあのみんな違うことを教わってるからねって言ってうんあ原爆か広島そうだよな沖縄白兵線だからさいや原爆はもう想像もつかないよな本当にな生き残った人はな地獄絵図だろうな本当に でもそっから沖縄捨てて腹くくって子供小さい子供3人連れてね、ねこっちに住み始めて、40過ぎまでキャバレーで働いててずっと働いて育ててんのもすげえよな。うん。それはフラーだって言うわな。フラーっていうのは怠け者とか愚か者って意味なんだけど、方言で。このフラーってずっと言われてたよ。<laughs> でもね、山形の方に住んでたばあちゃんの話は全然違うんだよね、なんか。都会、東京の子たちが、疎開で遊びに来て,て、楽しかったよ、みたいな話なんだよ、ね。<laughs> こんなに世界観違うのみたいな。<laughs> 被害受けてないエリアと、被害の戦地の人の話、全然リアリティが違うんだよね、なんか。あ、なんか、 都会の人たちいっぱい来て楽しかったね、みたいな。<laughs> 警報うるさかったね、みたいな話なんだよ。<laughs> なんか飛行機飛んでたな、みたいな。まあ、そんなもんだよね、だから。だからリアルな体験ほどは嘘つかないから面白いよ。だから、だから体験で語る人しか嫌いなの。ネットの情報。 方法鵜呑みにしてる人とかどうでもよくて、お前が何体験したのか聞かせてっていう。体験しか信じないから俺。 長男がポンコツになりやすいのは、一番最初の子供だからかわいいからでしょ。うん。かわいいんだよ。あの、母親も父親も、ばあちゃんもじいちゃんも、後継ぎができた、後継ぎができたって。かわいがるでしょ。だからポンコツになるでしょ、そんな。値、ね、だったら何か買ってもらえると思ってんだから、花火くれって言ったら花火もらえると思ってんだから。 わがままだよね。こんにちは。 はじめましてブロックでーす。はいおはよう。 でも俺もっともっとわがままに生きていいと思うんだけどな、なんか。まあ、俺はわがまますぎるけど、なんか、もっとわがままにずうずうしく生きていいんじゃねえって思うけどね、なんか日本人見てて。真面目すぎるよ、なんか。もっと、もっと楽しようよ、みたいな。もっと肩の力抜いてさ、もっと楽しもうよって思うけどね。 なんか、働くことが全てだと思ってっからな、なんか。働くことなんかさ、もっとさ、雑に考えていいんだよ。あの、いや、生き残るための手段だからみたいな。<laughs> メイクマネーだからって。別にこれやりたいわけじゃねえからって。全然それでいいと思うんだけどな。 真面目すぎる <laughs> なんか多様性をこう受け入れる方がいいんじゃねえかなと思うけどなんか機械みたいな人間求めてないっていうまっすぐ毎日ひたむきに決まった時間に起きて決まった時間に働いてお客様を神様のように扱い それただのロボットでしょ <laughs> それただのロボットじゃんっていう。うん。ロボットにやらせた方がいいよっていう。ロボット疲れないから。うん。ただのロボットでしょそんなの。いらっしゃいませ。こんにちは。ご用件は何でしょうか ブラックバイトについて一言お願いします。うーんと、ブラックバイトが悪いんじゃなくて、ブラックバイトで働く奴が悪いと思ってる。ブラックバイトに参加してる時点で、その経済を肯定してることになるから、ひろゆきが言ったことで、俺、ちょっと反省したんだよね。あの、のりこが同じこと言ってたんだけど、ひろゆきが言って、あって考えさせられたのが、 ペットショップで犬と猫買うなって、ひろゆきが怒ってたの。で、なんでかっていうと、犬と猫は可愛いよって。動物愛するのはいいよって。でも、ペットショップで、ペット、犬、猫を飼っちゃってる時点で、えー、っと、犬、猫を飼っちゃってる時点で、なんて言うのかな。えー、っと、ペットが殺処分されるんだって。だから、実は、 ペットが好きでペットを買っちゃうっていう経済行為をすると、えっ、ー、と、売れなかったペットを殺すことになるから、あの、殺害すおー、エルマルちゃん。エルマルちゃん本人かなあ、本人だ。エルマルちゃんファンだよ。かわいいね。うん。デブで美人な人を初めて見たよ。エルマルちゃんありがとう。でもね、フォロワーじゃないからブロックでーす。さよなら。 うん、そう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 でそれのりこにも同じこと言われてうシャカとペコの話ペットショップで動物飼うの私嫌いなんだって言ってうんだからねうんあのー、それはちょっと考えたかないや「エルマルちゃん」もう見れなくなっちゃったよ「エルマルちゃん」見たかったのにな好きだったのにうん ああ。だから、ブラックバイトに、ブラックバイトも同じ理屈だよね。ブラックなバイトで働いちゃったら、その経済圏を肯定してることになるから、だからブラックバイトを減らないよね。だから、ストライキだよ。ニートと生活保護を肯定なの、そこで。 あれだよ、1500円とか1700円になったらみんな働くよ。うん。働かなきゃいいんだよ。全員で。<laughs> そしたら、あの、資本家が給料を上げてくれるよ。革命ってやつのね、デモってやつのね、かっこいいよね。 コンビニも介護職も公務員と同級料にすれば。うーん、でもそれは民間だから、うーん、それって社会、あ、でもね、あ、ちーちゃん、わかった。えっ、ー、とね、これ言うとね、あの、勉強して言ってるからね。あの、日本人って社会主義国だったのね。で、えっ、ー、とね、要はそのニュアンスで言ってると思うんだけど、それも一つの正解だと思う。 要はね、俺二つしか道はないと思ってて、日本国民が社会主義的な必質なのに、えっ、ー、と、システムは欧米のシステム、要は資本主義システム、自由経済権を採用してしまってんの。二つしかないと思ってる。えっ、ー、と、このまま資本主義を採用するのであれば、外人みたいな考え方、要は、自由とか権利とか、 とかをちゃんと理解して、憲法とかを理解して、俺たちが変わるっていう方法。一つね。西洋人になるっていう方法。もう一つ。日本人がもともと社会主義的な仕組みを持ってるわけだったら、ルールの方、システムの方を変えようよ。要は江戸時代に戻ろうよっていう話うん。俺は、だからちーちゃんの言った方っていうのは、そっち側だと思ってる。要は農民なんだよ。 99%日本人はで社会システムとして唯一社会主義が完成された国っていう評価を得てたわけだから実際俺はそれでうまく回ってたと思うし日本人に今の仕組みが合ってないバカがほらほら噛みついてきたよだから嫌だったんだよはいブロックでーす 勉強してないやつ。お前、小室直樹見ろ。小室直樹の話聞け。うん。社会主義イコール、あの、マルキシズムだと思ってるバカだろ。だから不勉強だよ。はい、おはよう。愛子ちゃん。うん。愛子ちゃん、フォローしてない人ブロック。 制度になったから、愛子ちゃんコメント書かないで、ごめんね。愛子ちゃんをブロックしたくないよ。うん。愛子ちゃんはブロックしたくないから、ちょっと放置。おはよう。俺、愛子ちゃん好きだからね。ねなんか、孫さんもね、可愛いね。最近。 ちゃん俺ルール変えたのもううざいやつ多いからフォローしてないやつと無課金のやつブロックしてんのうんはいはい自由だな <laughs> さすがだねあ,あいこちゃんまあいいやアイちゃんはいいやもう 目を加工したのね。いや、それはわかるよ。<laughs> そんなの見たらわかるよ。肌もスムージングし、しまくってる。目だけじゃねえよ。<laughs> 肌もごっつりやっとるかなっていう。うん。底辺過程に生まれたら一生底辺だよね。うーんとね、うーんとね。えっ、ー、と、資本主義的に言うと底辺。 変なんだよ負け組組勝ちちになっちゃうのただ、日本のもともとのシステムだ,だと、の、農民なわけじゃん。でも、農民で幸せだったんだよ。だから、そこの話だよね。だから、ちーちゃんはすごくいいところついてる。いいところついてる。うん。あだもうね、あの、初見とかいらないからブロックしたの。もう。だから、フォローしてない人は全員ブロックしてんの。うん。 ずっとファンです。頑張ってください。シンさん、ありがとうあー、ありがとうフォローしてないからブロックです。ありがとね、シンさん。うーん、ずっとファンなんだね。ありがとね、ブロックです、うん。もうさ、あの、うざったいリスナーが多いからさ、もううちわ放送に切り替えてんだ。うん いやありがたいじゃんずっとファンでいてくれて頑張ってくださいってブロックだよ、うん、いらないもんそんななんだっけ何の話してたっけ あ、ちいちゃんのね底辺っていうか所得が少なくても幸せってあったんだよあー本当に行こうかなお花見うん LINE ちょうだい行く行くあ愛こちゃんの誘いなら喜んでいくよ行こう一緒に行く行く その、所得が低いイコール負けだってすり込まれてるんだよ。違うんだよな。一緒にみんなで畑耕して、祭りの時に酒飲んで、収穫を祝って季節を感じて、子供が生まれて、ねえ、それが幸せじゃん。 そうだけどいつからかそのだって世の中の全部の人類史,史上始まってからさ全部が全部ピラミッドなんだもんでしょあのヒエラルギーの世界なんだからうん全部が全部てあの単純労働え俺アイゴちゃんに冷たくないよやめてそういうこと言うの。 あ、だからそういうのやめてくんない俺、愛子コちゃんに冷たくしたことなんか一回もないよ。それ誤解招くでしょやめてくんない俺が、いつした愛子コちゃんに冷たかったって。俺そんなことしてないよ。俺昔から仲いいかんね、愛子ちゃんと。なんでそういうこと勝手に決めるんだろう。冷たくなんかしたことないよ、俺。一回も。やめて。 ねえ、ないよね。アイコちゃん、昔から仲いいよね、俺。ヒカル君と喧嘩してて、俺ヒカル君と仲良かった時から仲いいんだから。キャスティングありがとう、ミースケー。アイテム、テムありがとう。みんな監督アイテムちょうだいね。よろしくね。うん、監督アイテムよろしくお願いします。ありがとう、ミースケー、キャスティング。冷たくなんかしないよ、俺、アイコちゃん。ちゃん大好きだもん。うん。 アイコちゃん可愛くなった。じゃあ誤解されてんだよ。もともと可愛いから、アイコちゃんは。うん、面白いし、可愛いんだよ。うん。ないよ俺ずっと仲いいんだから。どんなにアイコちゃん叩かれてても、俺ずっと仲いいもん。冷たくなんか本当にしたことないよ。やめて。昔から、 仲いいから。愛子コちゃんが配信する前から俺愛子さちゃん知ってんのも。ア愛子うぜえ。って聞いてたんだもん。仲良しだよね。いやワーさ、アイコってやつマジうぜえっすから。ってずっと言われてたの。愛 <laughs> 子てめえ愛子てめえっつって、<laughs> ずっと横で聞かされたよ。ワーさ、マジ愛子うぜえっす。 <laughs> え、愛子って誰つって、リスナーっすねっつって。うん。だあれは、って何俺、愛子ちゃんにそんなことしたことないよ。うん。やめてうん。喧嘩も一回もしたことないしあ、あの、そういうのを本当に、あの、不確定ならそんなのやめて俺と愛子ちゃん仲が悪くなるし、誤解されるんだからね、そういうコメントで。やめてください。 本当に。そういうのいらない。俺、嫌いだったら嫌いって本人の目の前で言えるタイプだから。ねえ、電話でコラボしたもんね。だって、ふわっちのよっさか、ねえ、ドレさんの件とかね、ふわっちのよっさかゆりこだって言ったの、俺だかんね。愛子ちゃんはふわっちのよっさかゆりこだからって言ったの、俺だから。そもそも。 うん似てるうん。 泣きながらコルボしたことあるよねどれさんのこと好きだっていうねでもね本当はどれさんも好きなんだよ愛子ちゃんだからあの人と結ばれるには俺愛子ちゃんがグイグイ行くしかないだからね2人ともね気が強くて相思相愛なのに2人とも意識し合ってるのに2人とも気が強くて実は繊細だからうまくいってないんだよ 本当はどれさん、愛子ちゃんのこと好きで、愛子ちゃんもどれさんのこと好きだから、俺ほんと結婚すりゃいいのに、と思ってんだよね。いや、だから言ってんじゃん。うん。だってほら、だから言ってた通りだったでしょ釣り船屋の時そうだったでしょ照れてたじゃん、どれさん。好きなんだよ、本当は。うーん。俺は結ばれてほしいな。 でしょでしょだから時間がかかるんだよ。わてれやだからそうやかた舟ねそう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 。ね前からお似合いだと思ってるんだけどな俺。あいこちゃんとどれさん。でもあれでしょライン交換してなんか 今度コラボするんでしょ急接近だよね。急接近。いや、俺、愛子ちゃんがぐいぐい行った方がいいと思うんだけどな。わかんないけどね。うん。シャイだからな。あの人。どれさんも。本音、本音が言えないタイプ。だから。そう。だから一周回って小学生みたいになっちゃってんだよね。好きなのに好きだって言えないっていうね。 本当は大好きなのに、言えなくなっちゃってるみたい。お互いね。うん。あ、そうなのあ、そうなんだ。ずっと腕組んでたんだ。へえ。ー。あ、そうだったんだ。知らなかった、それ。 ああ時間がね、解決してくれるといいよね。うん。でもみんな思ってるよ。愛子ちゃんとどれさんが付き合ったらいいのになって。リスナーさん応援してるよ。愛子ちゃん。うちのリスナーはみんな応援してるから。どれさんと愛子さんが結ばれますようにって。あ、そうなんだ。えー そうなんだ、うん。ねえ、祝福するよね。美男美女。ああ、それはなあ、働、ねえ、やだね、ドルさんね。働かな,ないもんね、ドルさんね。紐だからね、ドルさんは。わかるわかる。やだよね。 うんどれさんね何でもできるから通訳とかやればいいんだよねうんおはよう、うん、あフォローしてないんでブロックですアイテムありがとうお疲れあそうなんだそうなんだ昼間から働くんだえー、何やんの うん。あ悟空だね。そうだね。悟空だね。うん。じゃあ、あれじゃん、土だ。うん。相談所開くうん。カウンセリングえ、なに、カウンセラーになるの来月から。うん あイこちゃん、カウンセラーになるの昼間。うん。あ、受付でうん。あイこちゃん、受付とか似合いそうだよね。なんか OL っぽいもんね。あー、いいじゃん、いいじゃん。夫婦で。いいね。どれさんがカウン。 どれどれさんがカウンセラーになって、愛子ちゃんが受付状。いいんじゃないねえ、夫婦でね。うん。あ、パソコン入力できるんだ、愛子ちゃん。いいじゃん、いいじゃん。え、前に話してたっけ ドレさんは、ね、白衣似合いそうだもんね。ねえカレオさんね。いいよね。ドクタードレ。あーはい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 。いいじゃんいいじゃん。 夢が広がるね。俺も行こうかな、そこ。配信悩んだら。わかる。どれさん聞き上手だよね。ね。人生経験豊富だからね。あ、ワンルームでやるんだ。うん。新宿にね、二人でね。 アイノスだね。いや、アイコちゃん、ほら、大手だから、すぐ、人が集まっちゃうんだよ。<laughs> 俺、普段こんな閲覧行かないもん。うん。なんかね、なんか見えたね。うーん。うーん。 ドレスは見てないよ。ドレスは今頃多分サンドバッグ売ってるよ。あ,あ、ロードワークかな今の時間は。多分走ってると思うよ。うん。そうだね。あ,あ、いいよいいよ。コラボいいよ。今日はやめとく。もう寝る前だもん、俺。うん。大丈夫大丈夫。ありがとう。いい,いのいいの。うちは過疎で。 体調悪いのドルさん。え、体調悪いの大丈夫うん。いや、多分今頃走ってると思うよ。六本木を。あの、ピッタピタのタンクトップと、あの、パン、あの、もう暑いから短パン、赤いあの、ショートパンツと、あの、白のラン、なんつうのランニング、あの、ピッタピタのトレーナーみたいな。 来てタンクトップみたいなの着てキャップかぶってサングラスかけて六本木を走ってると思う赤坂とかをうんうんいってらっしゃいいいねありがとうじゃあねあいこちゃんカウンセラーか なんかでもありだなううん？ん何がうんなのカレオさん。 経済産業省空飛ぶ車プロジェクト。なんだこれ。経産省が人材募集してる。え、俺募集してる。経済産業省に勤めようかな。募集してるよ。経済産業省空飛ぶ車プロジェクト。推進する人材を募集。 経済産業省は空飛ぶ車2020年代事業開始、2030年代から実用化拡大に向けて開かれた政治立案を進めています。空飛ぶ車の実現を通じた都市や地方における社会問題解決にあなたのビジネススキルを生かがしませんか登録しようかなどう思う 計算省に役に立れる自信があるんだけど。Facebook で登録しとこう、うん。空飛ぶ車プロジェクト。うん。後で登録しとこう、これ。 み皆さんお話しも縁も竹縄なんでおやすみなさいお疲れ様でした楽しかったですまたねおやすみつおつおつつ。